ちとその口の距離はゼロになる。隠し事がしたいよしたいよ内緒だよ。その響きは幼い耳を何十回刺激した。トラウマなど忘れさせてあげる。この耳が与える刺激で常識と非常識の距離は紙一重だから。そして二人はプラトニックな掟を破ってく。カストは刺さずに一緒に帰ろう。なる二人きりの呼吸は重なり、この口とその口の距離はゼロになる。ああ雨に紛れ聞こえる聞こえないふりをしたら、あどけない目でこの上泣く一らしそうに笑う。隠し事がしたいよしたいよ内緒だよ。その響きは幼い耳を何十回刺激した。